いい僕は、松本清長の短編小説。小説新潮1979年3月号に、清長短編新集第11話として掲載され、1979年12月に、短編集、インカの飾り収録の一作として、新潮社より刊行された。1986年にテレビドラマ化されている。即記者の向井雅子は、 その正確な速記が哲学者の呼ぶの信夫に気に入られ、以後、呼ぶのの指名を受けるようになった。呼ぶのは、哲学の業績と同時に、東洋美術に関する平面なエッセイを書き、人気を博していた。政子は呼ぶのから、速記だけでなく自宅で仕事を手伝ってもらえないかと、依頼され、呼ぶのの先住となった。呼ぶの夫人は、夫の仕事に関心が薄く、 世話もあまりしていないことが分かった。呼ぶのは政子に心楽しそうに仕事を教えた。二人の間に愛情が生まれ、やがて外で密会を重ねるようになった。一年ほどして、呼ぶのは自宅で倒れた。死を覚悟した呼ぶのは政子を枕元に呼び、これまでのお礼、遺産分けとして、短文と墨絵による画像を渡した。それで、呼ぶのが息を引き取っていたら、政子には、 美しい追憶が残されるはずであった。が、1986年6月9日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長サスペンスインカの飾りの一作として、放映。ありがとうございます。